ちょっと失礼ですが、裸になっていただけないですか。もう質問することはございませんので、念のためです。僕は7歳の時、母を失い、父の名前も知らない、運命の糸に手繰られるようにしてふるさとの八つ墓村に帰ってきた。お前が生まれたとこは竜のあぎとってとこよ。よく覚えててね。行きましょう。達也さん、兄さんじゃない。どこの誰だか名前もわからないんですから。あなたは32人殺しの田尻要造の子供じゃない。これははっきりしています。はっきりとね。私はこれほど底の深い恐ろしい事件に巻き込まれようとは思ってもみなかった。